たくさん痴漢をしよう。パチンコの日本酒苦手世界酒一貫した私からはパチンコ楽しく抜くのが一覧を買っていく方法を初心者中級者向けておすすめチャンネルです。はい、というわけでどうもカラコです。今日はたくさん痴漢をしようというそういうテーマのお話していきたいと思います。はい、皆さん痴漢してますか？はい、僕はねもう50人以上はね痴漢を今までしてきたと思います。はい、で僕がパチンコでね勝ってこれたっていうのも、まあ、このね痴漢っていうのはねたくさんしてきたから勝ってこれたと、言っても過言ではありません。はい、なのでね今日はたくさん痴漢をしようと、はい、そういうテーマの話していきたいと思います。はい、皆さん、まあ勘違いしてる方いらっしゃらないんですよね。はい、もちろんいらっしゃらないと思いますけど、痴漢ってどういう字を書くのか書いていきますよ。ち、はい、置く、変える、痴漢ですね。はい、もう当然ね、勘違いしていないと思いますけど、この痴漢、まあ、要するにねどういう意味かというと、相手が何を考えているのかそれを置き換えて盗む、で盗んで自分の脳に入れる、そういう意味ですね。はい、では説明していきたいと思います。はい、というわけでね、まずはね僕が痴漢した人を紹介していきたいと思うんですけど、 YouTube では今までお話ししてなかったんですけど、僕はある人を徹底的に痴漢したことがあります。はい、その人を見て、その人を痴漢してパチンコを勝てるようになったと言っても過言ではありません。はい、まあ、それは誰かというとですね、星沼義明さんという方がいらっしゃいます。はい、皆さんご存知ですか？はい、今はもうね、現役ではやってないんですけど、パチンコの勝ち方を漫画で出してた方ですね。はい、僕はもうその人の漫画を、まあ、とにかく読んで徹底的に痴漢をしました。うん、まあ、考え方とかこの時どう動くとかそういうことをもう全てできる限り全てを痴漢しました。はい、だからその人がどういう基準で店を選ぶとか、どういう基準、まあ回転数これくらいの台、回転数の台を打つとか、そういうのを徹底的に痴漢しましたね。はい、それで勝てるようになったと言っても過言ではありません。まあそれ以外もまあなんか稼働で不甲斐ない結果をしてしまったら、まあ、ひたすらトレーニングを頑張るということももう真似したりとか、はい、まあ、ありとあらゆることを痴漢した人と言っても過言ではないですね。はい、もう僕はもう本当に星沼さんの漫画を読んだからこそ勝てるようになったと、はい、そう言っても過言ではありません。はい、まあその時はね、まあ、僕もねある程度の勝ち方は理解していたつもりではいるんですけど、結構ねアマデジを中心に僕自身打ってたんですよね。はい、ただ星沼さんは結構初代花の刑事とか、まあ、結構フルスペックの台をね中心に打ってたんですよ。で星沼さんがどんなスペックの台でも、まあ、期待値を追いかけ続ければ必ず収束すると、そういう持論のもとやってました。はい、僕はもうなかなかねちょ怖くて手出すのがねなかなかできなかったんですけど、星野さんの漫画を読んで、あ、そうなんだということで、まあ、僕もどんな台であろうと、はい、まあ、期待値は必ず収束するということで、少しでも期待値の高い台を追いかけ続けると、はい、そういうことを考えたりもしていました。はい、よろしいでしょうか。はい、まあ、ちなみになんですけど、星野さんの漫画に出てくる、まあ、某俳優と同じ名前のね、まあ、仮名だと思うんですけど、谷原章介さんという方がいらっしゃるんですね。ライバル的な存在なんですけど、その谷原章介さんの方が実力的には圧倒的に上なんですよ。うん、もうすごいストイックにクールにやっていくタイプの人ですね。もし見てご存知の方にいたら共感してくれてすごい嬉しいんですけど、はい、ただ僕自身は谷原章介よりも星沼さんが僕はすごい好きなんですよ。はい、まあ、人間性とかも私生活で苦労してとか、あの不器用だけど一生懸命頑張っていくみたいなスタイル、はい、好きで、僕自身は、まあ、その星沼さんに影響されて一つは徹底的に真似していったということでございます。はい、ということで、まあ、僕は痴漢星沼さんはしたんですけど、まあ、それ以外も今だったらブログ書いてるね、まあ、僕も何回も会っててね、もう2週間ぐらい石川で一緒にいたかな。はい、もう今やもうすごい人気ブロガーのね一番代表といっても過言ではないマッツンさんですね。マッツンさんとか
構痴漢したりとかね、結構連絡したりもするんですけど、最近だとね、雑誌に出てるレイリーさんですね、レイリーさんと3日間ぐらい、ご一緒させていただく機会があったんですよね。旅行実は一緒に、行ったりとかしてて、はい、でレイリーさんのね、まあ、考え方やっぱりね、昔からやってる方ですから、はい、僕ね、もう痴漢したいなと思ったんですよね。でまあ DM とかメールのやり取りしてて、すごい文章がやっぱりね、作家さんっていうんですかね、文章書いてる方ですから、すごい美しい文章を書くんですよね。はい、それを痴漢しようとかしたりしています。はい、この痴漢なんですけどね、あ、まあ、要するに、まあ、痴漢術って、まあ、言ったりしてるんですけど、痴漢術ね、はい、まあ、パチンコ以外でも僕は今までこの痴漢術を使ってきましたね。例えばね、まあ、僕の好きな映画した2時50分さんがね、はい、だったらどう行動するのかと、9人に嫌われても1人が笑ってくれば俺の勝ちだと、はい、1人に突き刺さればいいだというふうに思ってやったりだとか、はい、僕はまあキャプテンという漫画ね、まあ、あんまり有名ではないかもしれないですけどの、まあ、4人キャプテンがいましたね、漫画、野球漫画ですけど、その初代キャプテンの谷口君、はい、もう本当野球下手なのにみんなからうまいとあいつ言われても、ね、じゃあどうするかって、もう練習するしかなかったと、はい、いう努力のキャプテン谷口君だったらどうするのかと、うん、やろうと思ったりとかね、はい、まあ、不動産の会社に働いた時はひたすら僕の上司、尊敬する人、その人を見て入ったので、もうその人のね、真似をね、服装から真似してましたね、当時はね、はい、青い服を上に着て下は、白いパンツでみたいなね、はい、そういうの真似したりとか、はい、まあ、ありとあらゆる人を痴漢したんですね、はい、坂本龍馬だったらどうするのかと、はい、もう挑戦を諦めるのか、坂本龍馬だったらいや挑戦するだろうと、壁打ちの時もそうでしたけど、はい、まあ、思ったりとか、はい、いろんな人を痴漢すると、自分の尊敬する人をね、はい、してきました。はい、というわけでね、今日は痴漢術についてお話ししていきました。はい、この痴漢術、いくら痴漢をしても犯罪にはなりません。痴漢し放題でございます、はい、自分の脳では考えられないことも他の人の脳を使うことによって新しい考え方が生まれると、すごい方法だと思いますね、はい、ぜひこの痴漢術使っていただけたらと思います。はい、というわけでね、アクションプランをお伝えしていきたいと思います。はい、3段階あります、はい、まず1つ目、自分が痴漢したい人を見つけるということですね。はい、まあ、尊敬する人がいいと思います、はい、僕はね、星沼さん、この人についていこうということで、この人を真似しようと思いました、はい、で2つ目、はい、その人、特に目の前の人は特にいいんですけど、その人が何を考えてるかっていうのをとにかく考えると、はい、この人だったら何をするんだろうな、どう考えるんだろうなってことを考える、はい、それが大事だと思います、はい、アクション3つ目、最後に尊敬する人の行動とか、まあ、言い方とか服装もそうですけど、徹底的に真似してみると、はい、もうモノマネ芸人になったかのように真似してみると、はい、そういうことをやっていただけたらと思います。はい、最後トレーニング方法、痴漢術ね、トレーニング方法をお話ししていきたいと思います。はい、この痴漢術ね、まあ、他にもね、まあ、ディプリケーション能力って言ったり僕は合わせてたんですけど、ディプリケーション能力、まあ、模写するっていう意味なんですよね、はい、まあ、これ、まあ、ぶっちゃけて僕その得意じゃなかったんですよ、まあ、今、まあ、やっとでも人並みになってきてるかなぐらいで、その得意な方ではないんですけど、まあ、トレーニング結構しましたね、はい、どういうトレーニングするかっていうと、本を読むんですけど、2人でやります、1対1で、本をできれば前向きになる言葉が書いてるような本がいいと思うんですけど、本を相手に読んでもらって一文読んでもらいます、はい、こうだ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 って読んで、しっかり相手の目を見ます。相手の目を見て相手が言ったことを繰り返すんですよ。こう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 だって言って、でその読んでくれた人は正解か不正解だけ言います、はい、惜しいとかもなし、はい、とにかく目の前の人が何て言ったかに集中してそれを繰り返すです。正解ですって言ったら、まあ、交代交代でやっていくんですけど、はい、わかります、はい、で目の前の人はどう言ったのかっていうのを徹底的に考えるんですね、はい、それでそのトレーニングで僕は結構、はい、このまあ
置換術、ジプリケーション能力が、上がっていったかなというふうに思ってます、はい、という感じで、やってくださる方いますかね、はい、やってくださる方一人でもいてくれたら僕は嬉しく思います。はい、というわけでね、次の動画でまたお会いしましょう。はい、バイバイ。